MFS です。ラッパをしています。私を支える原動力は、新しい曲をリリースする瞬間とライブをしている時です。新しい曲をリリースするたびにもっとかっこいい曲を作りたいと思うのと、ライブではお客さんのリアクションがリアルに見れて、次の創作意欲につながっていきます。曲をリリースする前の不安は、また曲を作って作品をリリースし続けたり、自分自身を受け入れることで乗り越えてきました。私は人からの意見で感情がぶれたり、思いが分散してしまうことがあって、そこが弱いところだなと思います。でもラップをやめたくなったことは一度もありません。自分だけが特別だと思わないように意識しています。それとリアルであること。時間は唯一自分を正してくれる存在だと思っています。自身の楽曲をリリースする前に何度も聴きすぎたり、本当にかっこいいかどうかわからなくなって不安になってしまうことがあります。私が思うかっこよさは、自然体だったり、今の自分の立場や身の丈に合った表現ができているかどうかですね。私にとって G-SHOCK は強くて揺るがない歴史があるもの。